今日のお題をお願いします。おお、ドムドムですか。それは語ればいいんですか、ドムドムを。あ、もうこれはドムドムじゃないですか。買ってきたんですか。こっからだと、浅草店花屋敷にね、今ありますから。いや、ドムドムはね、僕はドムドマーが長いんですけど、僕とドムドムの出会いはですね、地元のダイエーさんですね。そもそもドムドムはダイエーさんの中のハンバーガーショップなので、昭和45年ですね。だからマクドナルドが46年でしょ、上陸したのは。って考えると、もうほぼ日本初のハンバーガーショップと言っても過言ではない。にもかかわらずですね、ちょっとね、昨今ね、みんなドムドムさんをおろそかにしすぎ、撤退させすぎ、もっと店舗をですね、復活させてもらいたいなという。とにかくね、都内からは消えてるね。赤羽店ももう閉めちゃったし、まあ浅草店だとか、関東近郊だと神奈川とかね、行かないとなかなか食べれないようになっちゃったのが非常に残念なんですけども、今日はこう買ってきていただいたということで、これ何ですかね、開けてみましょう。ちょっとハンバーガーですよね。ではじゃじゃじゃんと、お、ね、すごい古臭いバーガーショップのイメージあるでしょ。まあ、古いから歴史が。だけどドムドム地味に進化してるんですよね。トリュフバーガーとか一時期あって、ちょっと、何味なのか開けてみましょうかね。意外と種類が豊富なんですが、おおおおお、これは、あー、甲殻類、カニだ。これね、カニがこう、まあ、丸ごとではないんですけど、がっつり入ってて、これは食感がいかがなもんだろうかと思って、ちょっと疑問を持ったんですけど、これ食べれるわけですね。カニバーガーですって。いや、ちょっと食べてみますかね。これってバリッといけちゃうのかな。じゃあ、いただきます。あ、なるほどね。ご心配なかれですよ。ちゃんと甲冑ごと食べれるようになってますんで、一見そのかぶりつきにくいかなと思ったんですけど、このまんまいけちゃいます。味はね、結構濃いめ、がっつりしてますね。なのでこれは濃い味好みでいいんじゃないかな。カニ感がすごいですね。あのね、おつまみでカニだとかを潰した乾き物あるじゃないですか。ああいう感じですね。あれがなんかこう味に浸されて挟まってる感じで美味しいです。990円。そこそこしますね。990円って言ったら、最近流行りの高級志向なバーガーの値段ですよね。でもなんかハンバーガーというよりも、若干料理っぽい風味があるので、なんかジャンクフードっていう感じはあんましないです。僕の好きなメニューまだ残ってんのかな？卵バーガーみたいなのがあってね。あれはね、シンプルなんだけど名作。これ前も言いましたけどね。まあとにかく、ハンバーガーショップでも世の中の商品って何でもそうだけど、たくさん見かけるものが一番美味しいとは限らないっていうのが僕の持論なんですね。まあ人気があるからたくさんあるんでしょっていうロジックもわかるんですけど、少数派、店舗が少ないとか置いてる店が少ない商品であっても美味しいものは世の中にいっぱいある。まあドムドムもその一つかなというふうに僕は思いますので、これからもですね、絶対諦めずに生き延びてもらいたいと思います。外資系に負けずに、いいものどんどん安く。これはね、ダイエーのキャッチコピーなんです。最初はどんどんバーガーだったんですよ。ただね、昭和45年当時にあのどんどんなんとかっていうのがね、すでにあったんですね。で、それで使えないからドムドムにしようという形で確か決まったと思うんですけども、僕がドムドム好きなんてなんで知ってたんでしたっけ。あ、ポーチ持ってきましたね、一回ね。あの、ファンの方いただきまして、ドムドムポーチ。それで、ドムドム好きなんですかって。そう、僕もだから、言ったからくださったんですけどね。まあ皆さんもぜひ、お近くにありましたら、ドムドムバーガー、ぜひ食べてみてください。今日のお題は、ドムドムバーガーでした。